グラスパックロハタいただきました。はいよ。餃子1枚と福島靴です。はい、餃子1枚お願いします。はい、麺出まーす。福島パタビクトラフス。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、まずつけ台。はい。ムラを出すためになるべくゆっくり火を通して、これがこれになるんです。もう大体これ低温でやるみたいな。うん、うちの店舗はそう注いで、低温の方が油が出るのさ。要は、冷たい状態が一気に火を加えると油が出る前に火を通っちゃうから。低温でやると、要はゆっくりやった方が油が出るから、香味油が、油が必要だから。Thank you.
に麺出ます。はい、次どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、お願いします。博多っぽい細麺なんだけど、気持ちちょっと太いですね。歯ごたえが強い気がする。他のラーメン屋さんで普通麺で麺の、この麺の普通麺でちょっと気持ち硬いイメージがある。硬麺が多いかな、硬麺が多いかな。粉落とし針金までああるんだ。ただ券売機が割り方までしか選べないようにしてるから。じゃあ分かってる人はまあそういうできるセレクトで。今年もあかたです。はい、どうぞどうぞ。割り方で。はい、お願いします。はい、OK、どうぞ。さっきの補充分3つ付け中華が出たから、もうこれは仕込みしてもうすぐ使えるように小分けしてるだけであって、
はい、まずつけ台。はい。はい、麺出まーす。はい、はい、そう麺です。はい、
ぞ。餃子2枚スタートです先頭バリ。ただつ。はい、麺出るよ。どうぞ。餃子1枚と福島靴です。はい、餃子1枚お願いします。
回し方。徳島ラーメンってどちらかというと岡山人の口に合いやすいのかな。かもね。もう青梅始めて13年4年ぐらい経ったから。ね、なんか最初急にできたけど、そんなに違和感もなく。ないよね。ね。ね、あ、そうだ。東大はもう今イオンの。イオン、そうそう。岡山はね、もともと東大が最初だから。そっから、うん、そっから、フランチャイズ作ったのが本来名号だから。中庄の、中庄と青江と青江駅前中庄が最後だね。で、県外にも県外はあれがもともと東大本部だから。あ、なるほど。岡山は内外だった。あ、なるほど。はい、皆さんどうぞ。はい、フツツーでーす。
ようやく落ち着きました。ちょうどもうあともうちょっとしたら2時ぐらいの。いや、じゃあ脳下になんない日もあるよ。駅前店はある。駅前店やっぱ立地柄こう他の店舗は昼にバーンって来て落ちるけど、うちはもう横ばいとかもうほんとこういう感じの店だから、ちょっと流れがわからないみたいな部分も、だからそんなに人も削れないし、かといって増やせれんし、で名門っていうのがそのいつ来ても空いてるっていうので安心感を持たせるっていうんで、うん、結構ら3時5時閉めるお店あるでしょ。それをしないのもそういう理由なの。いつでも確かに、なんかお昼休憩あんのかなと思って見たけど、はい、ぶっ通しで22時今は23まで、23まで、ね、今月から22時45分ラストの23時、でもちょうど11時過ぎたらね、お客さんこの辺の人いなくなるから、ちょうどやっぱり10時からまだ弱いかな、あの閉まってたっていうイメージが強いのかどうか、まだ6月で雨っていうのもあるし、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。